じゃあ今回パラレル部門決勝は3名ということで、3位優勝、準優勝で発表いたします。皆さんよろしいでしょうか。では2015EJA パラレル部門決勝、第3位最終得点 36.9 ポイント、吉場辰徳選手です。おめでとうございます。続きまして第1位優勝から発表いたします。第1位優勝、最終得点 91.5 ポイント、竹内直哉選手です。おめでとうございます。そして第2位準優勝 59.8 ポイント、坂井優和選手です。おめでとうございます。では表彰式に移りたいと思いますので、皆さん準備の方をお願いいたします。賞状フリースタイル競技 5A 部門第3位吉場辰徳殿、おめでとうございます。おめでとうございます。賞状フリースタイル競技 5A 部門準優勝、坂井優和殿、おめでとうございます。おめでとうございます。賞状フリースタイル競技 5A 部門優勝、竹内直哉殿、おめでとうございます。おめでとうございます。盾がもらえます。では皆さん前の方にお集まりください。はい、選手の皆さん前の方にお集まりください。記念撮影をいたします。この間にですね、2A 部門決勝出場者の皆さんは、選手待機エリアで待機をお願いいたします。2A 部門決勝進出者、上田浩一郎選手、江畑清美選手、永瀬拓実選手、木澤優選手、山本拓真選手、選手待機エリアで待機をお願いいたします。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。それでは続きまして 2A 部門決勝の発表をいたします。 2A 部門の決勝に出場された選手の皆さん、ステージの上にお上がりください。